四日市安奈郎鉄道株式会社は、近鉄グループホールディングス参加の鉄道事業会社、近畿日本鉄道の子会社で、三重県北部を走る内部線及び八王子線の運営を行う鉄道会社である。2015年4月1日付で近鉄より内部線及び八王子線の運営を引き継いでいる。四日市安奈郎鉄道の車両の車席名番。 近鉄が保有、運営していた鉄道路線である内部線と八王子線を2015年4月1日より四日市市が第三種鉄道事業者として保有し四日市安奈郎鉄道が第二種鉄道事業者として運行している2012年6月29日に四日市市議会は内部線及び八王子線の存続問題を審議する 総合交通政策調査特別委員会を設置した。しかし、同年8月21日に地元住民に対して近鉄は、鉄道の運行を廃止してその跡地に建設するバス、専用道路でバス高速輸送システムを運営する方針を発表した。さらに、同年8月24日に近鉄は、翌年の夏までに、この BRT 化の方針への是非を決定するように、 四日市市に求めていることを公表し、老朽化した車両の更新時期を考えて2013年夏を方向性決定の期限とする旨を提案の詳細と、共に四日市市に通達したことを同年12月12日に公表した。これに対して四日市,市が鉄道路線での存続を要望したことから、2013年8月6日には近鉄が 鉄道として存続するためには、公設民営方式に移行することが唯一の方策であるとの趣旨と、この方式に移行した場合に車両及び施設を無償状とする意向を示した。2013年7月に、四日市市は、この返答に対して、鉄道路線の保有と運営の両方を別会社に切り離す、民設民営方式を近鉄に提案したが、近鉄はこれを断った。 その後の2013年9月27日に、近鉄と四日市市の両社は、四日市市が施設、車両を保有し、同市と近鉄が出資する新会社が運行する、こういう民営方式で、2015年春から、鉄道路線を存続させることで合意した。2014年3月27日には、合意に基づいて、四日市アスナロー鉄道が設立された。同社は、 近鉄が75%分を、四日市市が25%分を、それぞれ出資する第三セクター鉄道となっている。社名の四日市アスナロー鉄道は、未来への希望と運行する内部線及び八王子線が期間 762mm という狂気であることに由来する。この新体制で2015年4月1日から運行が開始されている。 なお、同社の代表取締役は、近鉄の役員、または従業員から選任されている。近鉄が運営していた当時は、両線ともに自動券売機で、パールカードによる乗車券の購入が可能であった。しかし、四日市やスナ鉄道への移管後は、各駅の自動券売機は、食券販売型のそれに置き換えられ、乗車券は非じき型となった。また、 近鉄で2007年4月1日からサービスが開始されている IC カードピタパは近鉄時代から内部八王子両線では北洋である。運賃は四日市アスナロー鉄道以下に伴って普通運賃相当で30円の値上げが行われた。路線図260系更新車全車両を四日市市が保有し、四日市アスナロー鉄道がそれを借り受けて運行している。 開業当初は近鉄から譲り受けた260軽電車をそのまま運行していたが、三重交通や北西鉄道の時代から改修を重ねて運用されてきた車両もあり、老朽化が進んでいた。そこで2015年から同系列のリニューアル工事を実施し、2019年までに全編成に施行した。三重電鉄以前に製造された形式は申請者によってすべて淘汰され、 近鉄時代に製造された車両も冷房化など大規模な改修を受けている。大人旅客運賃2019年10月1日、改定。ありがとうございます。